元仁氏は、文禄、慶長の役の頃に活躍した李氏朝鮮の将軍。もともと、元仁氏は部下に及第して、環境道府内府司を務め、北方の女真討伐に従事していた。非常に勇猛な将軍で、そのことは、戦祖実録に特筆されるほどであった。1592年、文禄の役開始2ヶ月前に、慶尚道右水氏に任命され、水軍の司令官となる。4月に、いざ日本軍が大挙して押し寄せると戦わずして、逃走するが、その後は、全羅道、左水氏の李舜臣らと共に、日本水軍と戦った。しかし猪突猛進とも言える性格の元仁氏と、文人的な一面のある、李舜臣とは、肌が合わない面があったようだ。李舜臣には、蘭中日記に、天と地の間にはこの元仁氏のように凶悪で、常軌を逸した人はいないだろうと酷評されている。慶長の役では、残言により失脚した李舜臣に代わり、山東水軍統制使となって、朝鮮水軍全軍の指揮権を握った。しかし、巨済東海戦で、東堂高虎ら率いる日本水軍に強襲され、大敗。戦死した。後に左三世に追信され、元領君に追封された。気性が荒く、部下にも厳しかったことや残言により、李舜臣を陥れた疑惑など、文献で手ひどく酷評されているために、国民的英雄とされる、李舜臣に比べて、現代の評価が著しく低いが、もともとは戦祖が、千武一と正臣に叙した後進であり、近年韓国では、再評価されつつある。李舜臣将軍の、蘭中日記、32日分が、新たに確認。戦祖実録30年7月21日正典と、元帥権立書状、新軍官、蔡英吉次官三等今はじめでき運、元人四面師、高鎮樹伝、蛇領事至る大船18隻全羅船24隻、本堂三在暇山留住軍民男女軍機総集、草船無用寒至る馬佐全島軍領1万、余り石一時不徳はじめ運女。出たきび各軍即本杯の船みなぎおれ肉腰棒車、ふたうん。ありがとうございます。